わしだ天下御免の YouTuber 前田圭一はぁ、こたびの題目はこちら、大河ドラマ麒麟が来る32話反撃の200兆徹底解説よということで、お待ちかねの徹底解説動画を届けてまいる。ドラマオリジナルキャラクター駒の出世に驚愕、姉川の戦いが30秒で終わり驚愕、武田を匂わせる将軍の発言と演出に驚愕、筒井順慶の登場に歓喜、信長包囲網の要である石山本願寺という民僧との戦へと発展してまいるという、そんな重要な放送回でござった。では余すことなく語ってまいろうぞ。皆の衆拳を掲げよ、共に麒麟が来るを盛り上げてまいろう。解説動画いざ出陣。おー、ではこちらから高い木の話、神演出、ババン。さあ、高い木の話は、身の辺にて、貴重様が光秀様が泣いたエピソードとして紹介いたした。当時光秀様は恥ずかしがっておったが、こたびの幕府が浅井、朝倉とつながりがあることを糾弾。心身ともに厳しい中、敬愛する将軍様に口を開く。光秀様の成長を描くとともに、泣いておる場合ではないと戦乱の恐怖を体感したことの葉は力強くもあり、信念はぶれずに世を平らかにするために今は戦うしかない決意にも見えた。義明様も高い木の話を持っており、義明様は泣いたと口にしたが、これは高い木という表現は武家の頂に立つ将軍という立場を示すものとわしは思うた。つまり高い木に登ったは良いが、何をすれば良いかわからぬ、周りの助けがなくば動けない自分、名前ばかり立場が高いだけの将軍、仏の道を進んだからこそ世の中をこうしたいという強い思いがあるにもかかわらず、できぬ自分に泣いたという演出であったと心得る。して泣けない光秀様はもっともっと高い木を目指して今登っておる最中、ゆえに泣いておる場合ではないと上を向いて進めるようになったことを表現する。冒頭ながらかなり熱い表現にわしも手に汗握りもした。して光秀様から将軍自ら戦場へ出陣すれば浅井が裏切ることもない、出陣することでの大きな理由を説明する光秀様であったが、何故それを申せるのか。これは織田信長様がそうであったからじゃ。ドラマの中では合戦場面は少ないゆえに描ききれていないが、信長様は大将ながらも戦場の前線に出陣することが多く、兵たちの士気を高め戦を勝ちへと自ら導いてまいった。こたびの金ヶ崎の戦いで光秀様がしんがりを務め死ぬ思いであったと話をいたしたが、信長様は義理の父である斎藤道三様を助けるべく援軍に参り、撤退する折は自らしんがりを務めたと聞く。かような信長様姿を見聞きし、光秀様は将軍自身に麒麟、これを求めておったのやもしれん。信長様は何も恐れない、自らが世を変える天下不武のもとを動く、信長様は自らが麒麟になろうとしておるのやもしれん。故に光秀様は惹かれ、この後幕臣を辞めて織田家に仕えるのかもしれん、そういった示唆する演出でござった。続いてはこちら、美術品のこだわりが見事。これまでの放送でもたびたび紹介する美術品から読み解く歴史解説と考察。こたびは堺の町を闊歩する光秀様と秀吉様、町並みについてはこれまでも熱田、大和、越前等々の要所で出てくるたびに特色を案内してまいった。堺に関しては誠に見事であった。何かと申すと店の売り物は南蛮渡来品ばかし、色合いもまた派手であり、遊女も活発に活動する。人口の多さと経済の潤いは誰が見てもこれまでの町とは様子が違うのが見て取れた。細やかな演出に町の状況、いつどこで何が起きておるのか一目で分かるようになっており、美術陣営の気合の入れようがマシマシであったことにわしは湧いた湧いた湧いた。してそんな一等地に居を構える今井宗雄の存在感はいかに
エゴー衆という人間が当時力を持っていたのかを示す。宗牛の足元は絨毯。世で有名なペルシャ絨毯は安土桃山時代に日の本にもたらされた。つまり宗牛は輸入されたばかりの新品であり、数少ない高級品を所有する。それはもう異国の超高級スーパーカーのような立ち位置。ランボルギーニ全世界で70台限定みたいなもんであろうか。畳の上に絨毯という異な見た目は敷物としてかぶいた証でもある。また襖に何気なく亀の絵を描き、世が元気ということを伝える細やかな演出には感服つかまつた。わからん者は秀吉様が茶を学ぶ場面を追い切りに出せ。続いてはこちら、衣装に秘められた意味。衣装についてもたびたび解説考察させてもろておるが、こたびで大きく衣装替えをしたのが羽柴秀吉様。秀吉様は全身白を基調とした衣に。白というのは我らの時代は死に装束である、いわば決死の覚悟を示す時に着用する。金ヶ崎の戦いでしんがりを務めた秀吉様の何が何でも生き残る、出世してやるという思いを示すように豪商今井宗牛に対して着用し、高圧的に物申すところはこれまでの秀吉様とはまた違った一面を表現いたした。また秀吉様はこの自分に出世を重ね、3000人を率いる立場まで上り詰め申す。この後の姉川の戦いでは3000人の兵を率いて3番隊として出陣してまいる。つまりそれだけの立ち位置を築いとるということじゃ。野戦を徴収した時の話を引っ張ってまいるなど、交渉術に幅が広がったのが見て取れた。後には兵糧攻めであったりと多岐にわたる戦術交渉を見せる秀吉様らしさに深みが増した。こそではタコらしきものを描き、秀吉様がタコ好きだったことを伝える。戦国時代の栄養食でもあるタコを身につけるのは無尽蔵の体力の持ち主と案内できる。義明様は前回同様に白と黒の二面性使い。これに関しては前回の解説で説明した通り、信長様の前での姿と心に考えることが違う。二面の演出と解説したが、こたび衣装担当の者が衣装を解説したものを見たらば見事に当たっておった。我ながらさすがであろう皆の衆、拍手。続いてはこちら、筒井純喜登場に沸いた。さあついにわしが麒麟が来るにおいて重要人物と見ておる筒井純喜が登場。まず登場して驚いた。肖像がそっくりではないか。麒麟が来るはこういう演出部分が誠に見事なんじゃ。22歳という若さで登場であるが、わずか2歳で当主となった大和の大名で、松永久秀様と好敵手はライバル。筒井純喜には有名な家臣があり、島左近という男じゃ。武勇に秀でた男で後に石田三成の家臣になる。話を戻すが、筒井は大和で台頭してきた松永久秀様を倒すために三好勢と同盟を結ぶ。これに松永久秀様は織田信長様と同盟を結ぶ。後に筒井は三井出様の与力となり、安土城で信長様に拝謁し、いろいろと頂戴する。またこたびの鉄砲200丁というのが偶然か必然か、これ下に面白い数字でござって案内してまいろう。後に松永久秀様は信長様を裏切り、四義三条の戦いというのが起き申す。この折に織田軍に鉄砲衆200名が援軍で参ると聞く。それが筒井純喜が送り込んだ鉄砲衆。描く時代は違えど偶然とは思えぬ数字の演出。実際に信長様に取り継いだのは光秀様であるし、より気にもなる。今後の動き方に注目したい初登場人物、筒井純喜である。続いてはこちら、虫に込められた演出。将軍足利義昭様と申すと虫に例えることがたびたび出てくる。こたびの回ではまず戦国時代の験担ぎの代表であるムカデが寝床に出た。これは仏のお告げである。ムカデは後方に下がることがない生き物、全身あるのみ、戦場においては実に重要なことである。してこたびの重要な点が幕府と甲斐の武田信玄とのつながりを匂わせるということじゃ。武田軍には猛者中の猛者が選定されるムカデ衆というのがある。信長包囲網においても重要な重鎮武田信玄がこの先登場するのと幕府との関係性というものを示唆する演出でもあった。もう一つ、土産という名のトンボ。カゴに入ったトンボは勢いよく飛び回るが外に出られない。まさにカゴが
信長と言えるのではなかろうか。殿中御掟をはじめ信長様の許可がないと何もできない義昭様は将軍となり羽を持ち飛び回る力を手にしたが、狭い籠に閉じ込められるという演出で見せるのは誠に見事な演出であった。トンボを自らになぞってみる義昭様の表情にはグッとくるものがござった。さあ皆の衆、こたびの解説はいかがでござったか。知識は深めれたか。姉川の戦いをはじめ他部分の解説は生放送解説もご覧いただきたい次第じゃ。してこたびの生放送解説でも多くの者たちが視聴し、共に麒麟が来るの考察をするというのは誠にわし自身も楽しめ申した。ぜひとも来週も共にこのチャット機能なるものを使うて一緒に楽しんでまいろうではないか。こたびの放送は次回以降への前振りも多い重要な回であった。演出部分でも匂わせるものも増えてまいった。ついに延暦寺焼き討ちが描かれるわけなんじゃが、石山本願寺勢に対して信長様目の上の炭鉱部状態である。それが信長様の基盤である経済力が原因。歴史ある自社勢力の建築物は綺麗に出てくるが、幕府と朝廷の建築物はボロボロ。戦国時代の経済状況も伝える麒麟が来る。次回33回も楽しんでまいろうぞ。歴史を学び人生を豊かにしてまいろう。また会おう。 YouTube おぬしチャンネル登録をいたせ。